交ーカーシドレーレッドトップはイギリスが独自開発して配備したファイアフラッシュ、ファイアストリークに続く3番目の空対空ミサイルである。赤外線、パッシブホーミング方式を採用し限定的ではあるが全方向録音が可能であった。レッドトップはもともとはデハビランドファイアストリークのアップグレード版として計画された。1956年デハビランドは ブルージェイマーク4、すなわちファイアストリークマーク4の開発を開始した。しかし、実際には新規のミサイルの開発に変更された。レッドトップはファイアストリークよりも構成部品の搭載位置がより合理的に変更された。例えば、ファイアストリークでは後方にあった弾頭が前方に移された。さらに、改良されたバイオレットバナー赤外線、シーカー。 グリーンガーランド赤外線近接新艦より強力なリネットロケットブースターが使用された。また、弾頭もファイアストリークの 22.7kg から 31kg へと強化された。電子機器も真空管からトランジスターへと変更され、冷却の必要がなくなった。レッドトップはファイアストリークよりも高速で、運動性も優れており、赤外線シーカーの性能も向上しており、 ロックオン可能な角度が広がった。シーカー性能の向上により、機体の摩擦熱を探知してホーミングすることが可能になった。1957年の防衛白書の結果として、有人戦闘機の開発が凍結されたため、レッドトップは、ブラッドハウンドマーク、通知対空ミサイルが実戦配備されるまでの繋ぎと位置づけられた。このため、予定されていた、 レッドトップの改良のいくつかは実現できず、AIM-QL、M サイドワインダーのような完全な全方位、ロックオン機能は実現できなかった。レッドトップは摩擦熱の大きな超音速で飛翔する標的に、対してのみ全方位ロックオンが可能であった。また、現在のミサイルとは異なり、レッドトップとファイアストリークは、雲の外でなければ使用できなかった。そして、 イギリスでは冬に晴れている日はほとんどなかった。レッドトップは1964年に実戦配備され、イングリッシュエレクトリックライトニングとデハビランドシービクセンに装備された。1988年にライトニングが退役するまで一部のレッドトップは現役にあった。レッドトップはファイアストリークを置き換える予定であったが、ファイアストリークも1988年まで一部。 実践配備されていた。ブルードルフィン、またはブルージェイマーク V と有名称で AIM-7 スパローのようなセミアクティブレーダー誘導方式が提案されたが、この計画は1958年にキャンセルされている。ロンドンのイギリス空軍博物館に展示されているイングリッシュエレクトリックライトニングに搭載されてレッドトップハットギブソン2007 P40 ギブソン2007、P40AB ボイン、ワルター J、エアーウォーフェア、アイインターナショナルエンサイクロペディア、ボリューム1、パブ ABC、クリオインク、2002、ISBN1 から 576073459P267、ザイングリッシュエレクトリックライトニング、ハットギブソン2007、P41 ハットブラック、イアン、ザラストオブザライトニングス、パブ PSL、 1996 ISBN1852605413 P141 ギブソン2007 P41 42ギブソン2007 P41 ありがとうございます。